生きて。ここは君も覚えているらしいけれど、すずちゃん、君のお母さん、しずはその時殺された。ごめんなさい。いいさ、少し休め。カラス、みんなにお茶でも出してやって。あ、そこのツンツン頭1号には出さなくていいから。やたガラス、ほんとあなたって底意地が悪いわね。お茶を出してやりなさい。かしこまりました。お手伝いいたします。そう思い詰めた顔をするものではありません。しばらくはすずさんに寄り添ってあげてください。あら、お頭様、私台所までの道のりをすっかり忘れてしまいました。え？案内していただけますか？ちょっと、一ノ谷の娘さん、君は何度もこの屋敷に来ているはずでは。まあまあ、そう言わずに。ケンシロウ君、イオさん、トーニャさん、よかったらちょっとおいでなさいな。あ、俺だるいし、ここで休んで、いってとっとと来なさい、このバカ。私たちはしばらく別の部屋で休んでいますので。それでは。外でタバコを吸ってくる。何かあれば呼べ。大丈夫か？実を言うとね。うん。母様にも腹を立てていたことは確かなの。ほんのちょっとだけど。どうして戦わなかったんだろうって。戦えば絶対に勝てたのに、私が一人になることもなかったのに。
様らしいなって思った。母様が殺されたことを納得したわけじゃない、納得したわけじゃないけど、ん？うん、私ではすごくバカだ。記憶が蘇ってからずっとずっと人間に怒っててばっかりで、人間を恨んでばっかりって。母様の死を悼んでさえいなかったんだ。よしよし、ごめんなさい。気にするなって。大丈夫か？うん、泣くだけ泣いたら落ち着いたみたい。そっか。大丈夫だってば。宗七くん、他のみんながやってきたらどうしようかなんて全然考えていないでしょ、バカ。別にこのままでもいいんじゃないかな。よくないわ。あ、戻ってきた。さっさと離れんか。この放蕩男め、高野豆腐の角に頭ぶつけて角煮にでもいっちめ。まあまあお二人とも。はい、宗七さん、お茶をどうぞ。すずさんもどうですか？
てだから結構よ。ぬるめにしておきました。あれは押し切られるな。あのスマイルに抵抗すんのってすんげえ難しいし。私もあの笑顔で勧誘されました。あれ詐欺に近いと思います。受け取ってもいいんじゃないか。うん、分かった。宗七くんがそう言うのなら。うん、熱くない。よかった。ちょっと冷ましすぎたかもと思ったんですけど。ありがとう。どういたしまして。さてと、続きいいかな。もしさっきのところで話が終わるなら、私だって別に如月宗七を試したりはしなかった。もちろん静のことについて教えなければと思っていたけど。まだ敵は存在するんだ。私が先ほど言った明治政府の高官は妖怪なんだよ。だからまだ生きているんだ。その妖怪の名前は、そもそもどんな妖怪なんだ。名前は元寇。シズと同じ九尾の狐だ。え、母様と同じと言っても、尾の部分だけどね。尾だけ？そんなの聞いたことない。母様の王は独自の思考なんて持ってなかった。そうとしか考えられないと彼女は言っていた。
今の私たちの敵だ。つまりその王が二人っつうか二つうか二匹っつうか、その二つが明治時代からずっとこの狐娘を狙っていると。人間に化けてね。でどうやればその二つを倒せるんだ。退治できるなら私がとうの昔にやってるよ。この二つの王は明らかに日本政府の権力中枢に食い込んでいる。どちらか一つの王は日本政府から半ば独立している戦闘組織をほぼ完璧に掌握している。戦闘組織？自衛隊？それとも警察？もっと性質が悪い。キサラギ総七、ドミニオンという機関を知っているかい？知っている、よく知っている。ドミニオン？何それ？腎瘍病患者の第三種、要するに危険な腎瘍を殲滅または捕獲する部隊のことだね。連中は知っているんですか、その元寇の存在を。知らないよ。目の前の人の形をした生き物が実は狐の尻尾でしたなんて言って信じると思うかい？戸籍とかそんなの調べればすぐに。二つの王は明治時代から生き続けている上に人に化けられることを忘れちゃいけない。戸籍なんて問題にもならないね。私からの話はこれでおしまい。さて、選手交代してもらおうか、キサラギ総七。え、俺？そう。君は一体全体どこでどうやってこの上沢市までたどり着いたのか、君がどういう人生を送ってどういう経緯で彼女に出会ったのか、それを全部洗いざらい聞かせてもらおうか。ああ。それは大事なことだけど。正直言って驚いた。だって私はてっきり彼女の言霊でデクにされた人間だとばかり思っていたから。一応は自分の意思を持っているつもりだけど。見ればわかるよ、そのくらい。だから驚いているんだ。もし私たちがお邪魔なようなら。あ、別に大丈夫です。そんな大した過去じゃなし。平凡な過去であるというのなら小森島の病院にいる必要はないだろう。わかった。これまた話は長くなるけど、いいかい？いいとも。そもそも妖怪は夜に強いんだ。私たちの生活時間は大抵夜だからね。まず病院に入院したのは
10年以上も前の話で。なるほどね。君がどういう過去を送ってきたのかは大体理解した。嘘もついていないか。ついていたら叩き出すところだったんだけど。っていうか嘘つけよもう。そんな無茶苦茶な。申し訳ありません。少々鈴様のことになると理屈も道理も通じませんで。本当に3000年生きてんのかこのガキンチョは。いや、何でもありません。ともかく仕方ない。キサラギ総司、不本意ではあるが君の居住を認めよう。さあ、思う存分ここで暮らすがいい。ここで暮らす？そう、この屋敷で。いつまで？永遠に。外に出るのはダメ。いや、どうしてこんなにひどいのに。そのお頭様、人間がここで一生過ごすというのはちょっと辛いのではないかと。眠り続ければいいじゃん。3年寝太郎だって人間だったけど3年眠り続けたぞ。よかない。私だってちょっとここで暮らし続けるのは無理。退屈すぎるもん。あの森で100年暮らした君なら大丈夫だよきっと。あの森で暮らした100年と今じゃ状況が違う。宗七君を置いて眠り続けたりするのなんて嫌だ。明日には君たちの戸籍やこの町へ入った際の記録を改ざんしておく。如月宗七と如月鈴は生まれも育ちもこの町だったっていうようにしておくけど。でもあの連中がいつ検問を突破してやってくるかわからない。話を聞く限り。それにだって限度がある。向こうも必死だろうからね。たとえチベットの秘境に逃げ込んだって草の根かき分けて探すだろうさ。それは分かっているけど。少々よろしいですか如月宗七さん。え、提案したいことがあります。何でしょうか。よろしければお二人とも神沢学園の生徒会にお入りになりませんか。え、ですから不安なのはドミニオンなのですよね。彼らが検問を抜けて如月鈴さんやあるいは宗七さんを襲うのではないかと。まあ、
警察は頼りになりませんし。一応は捕まる側だしな。ボディーガードを雇うというのもなんだか妙です。24時間くっついてもらうわけにもいかないか。それでならいっそのこと生徒会に入ってしまえばいいんじゃないかしらと思ったのですけれど。それでどうして生徒会に入ることになるんでしょうか。いい案だとは思うぜ。キサラギ、お前どう思う？っていうか入るだろ。いや大事なことを忘れてるぞ。東子先輩も上杉先輩も。鈴は学校には行けないんだから。俺と鈴が一緒にいなければ意味がないんです。そうですよね。申し訳ありません。つい二人の気持ちも考えないで勝手なことばかり。あ、いや、宗七くん、ありがとうございます。でもこれで話は振り出しに戻ってしまいましたね。どうしましょう。どうしようかな。宗七くん、なんだ鈴。別にいいよ。別にいいよって、何がだ？学校もう一度行ってみてもいい。私だって弟である宗七くんに迷惑かけてまで行きたくないから。人間に対して見方を変えることにしたから、前みたいにはならないと思う。本当にいいんだよ。
んと。だから、もう泣かないでって言おうとしたのに。すず、ありがとう。どういたしまして。宗七くん、ちゃんと勉強頑張るんだよ。ああ。スポーツとか、あと生徒会の活動とか。ああ。私がついてるから。勉強もスポーツも頑張れよ。私、そんなの必要ないから。俺やすずなんかが生徒会の役に立ったりするとは思えないんですけど。宗七さんならきっと大丈夫だと思います。もちろんすずさんも。どうして？勘です。あ、私の勘は結構当たるんですよ。ですからそんな複雑そうな表情しないでくださいな。はあ、それからその一ノ谷先輩、あ、いえ東子先輩じゃなくてお兄さんの方なんですけど。私の決定は兄様の決定でもあります。それから副会長と、あとは会計、それからトーナさんと加藤先生が賛成してくれればいいかしら。ま、反対する理由はないわな。副会長上杉慶次郎、如月宗七と如月すずの入会を承認する。慶次郎と東子先輩がそう言うのなら、同じく会計である七海伊代、如月宗七くんと如月すずさんの入会を承認します。私の意見が必要ですか？反対してこの二人が後味悪い結末を迎えるのは皆の望むところではないでしょう。これは今ここにいない他の三人も同様だと思います。事情を洗いざらい説明してもです。あれ、七海先輩って3年生じゃなかったんですか？ごめんなさい、慶次郎のせいで勘違いしちゃったのね。私はあなたと同じ2年生です。こいつとはその幼馴染だから。お前は先輩を敬うということを知らんな。あんた以外はたっ飛び敬って尊敬しているわよ。自分が宗七さんの幼なじみだと主張しているのではないでしょうか。そうか、幼なじみか。なんかお前は幼なじみと違うような気がするぞ。
宗七君は。最後に加藤先生はいかがですか。俺としてはお頭様の意見に賛同しなきゃならん立場なんだが、そうだな、別に構わんよな。お頭様、あなただって彼女が嫌がることをするのは不本意でしょ。すいません。いいよいいよ、彼女の意思を優先したまでだ。ただし一つだけ条件がある。時々はこの屋敷に遊びに来なさい。カラスと二人で生きるには少々広くてね。ありがとう。あなたのおかげでいろいろと分かったことがあった。心配してくれるのはすごく嬉しいけど、大丈夫だから。そうか、その道を歩みたいのならいいんだ。君は君の思うように生きていけばいいさ。さあ、夜も更けた。君たちは自分の家にお帰りなさい。じいさん、お茶受けに羊羹かなんかなかったのか。あ、なんだったらモナカでもよかったんだけど。下級的速やかに帰れ。カラスも、はて羊羹は台所のどこにあったかなみたいな顔しない。お頭様の雷も落ちたことだし、そろそろ退散だな。最後に、すずちゃん、君は本当の名前を覚えているかい？そうか。本当の名前を知りたいと思うかい？ううん、私この名前を気に入ってるから。母様には悪いけど、私はすずのままでいたいから聞かないことにする。うん、それがいい。私も教えないことにする。ところで、この名前をつけた如月宗七、いい名前だ。安易だけど。
ローラーブレード取り上げられたので。参ったな。脅せばなんとかなるという相手ではなかったですな。よく言うよ、散々あの男を焚きつけておいてからに。まだご心配なさってますか？そりゃそうだ。もし私の読みが正しいのなら、10年だろうが100年だろうが1000年経ったって諦めないだろうからね。如月鈴様を器にするですか。年食った妖怪の妄執ってのは恐ろしいね。妄執を実現させる鍵が目の前に現れいでましたからな。いやいや、しかしこれで大っぴらに動くことも確かです。ああ、何としてでも先手を打っておきたい。各地に分散している君の後輩に声をかけておいてよ。動くとしたら今しかない。かしこまりました。ああ、鈴様はいかがなさいますか？非常にムカつくが、信じることにしよう。あの如月宗七を。君のまな弟子とか生徒会もいることだしね。っていうか、そっちが頼みなのが私の正直な気持ち。なるほど。それにいたしましても一つよろしいでしょうか？ん？なぜそこまで如月宗七様をお嫌いになられるので？ただ鈴様を奪ったというだけではなさそうですが。そこが私にも分かんないんだよな。なんでか嫌いなんだよね、理屈じゃなくて。人間ならばたまにそういうことはあると思いますが、お頭が嫌悪を抱くのは珍しいでしょう。なんでかな。とうとう如月宗七の先祖が何かも分からなかったし。読み取れませんでしたか？あの人工臭いロシアの女の子も含めて読み取れたんだけど、如月宗七だけは読めなくてね。いや、もうなんとも座りが悪いや。彼の力は金属を引き寄せるそうですが。金属というところが問題なんだよな。これが例えば瀬戸物茶碗なら話は分からなくもないんだが。雲外鏡ならば鏡ですからな。金属とは程遠いですし。まあ、おそらくはその辺の類だと思うんだけど。そうなるとそれこそ何でもありだからな。でも私にもわからないってのは何かムカつく。それでその嫌っているのですか？正体があやふやなものは嫌なんだ。しかもそれだけじゃない。なんかこう、生まれついてあやかしに敵対しているような。あー、もう混乱する。カルス、とりあえずアップルジュース持ってきて。果汁 100% の。はあ、リンゴの10割果汁でございますか。では少々お待ちを。ひとっ走り買ってまいりますゆえ。うん、頼むよ。って、いや、別に飲み物だったらオレンジでもココアでも何でもいいよ。別に子供じゃないんだから。ですが、
今は赤も鮮やかなトマト汁しかございません。トマトでよろしければ今すぐにでも。か、可及的速やかにアップル買ってきて。はいはい、かしこまりました。大丈夫ですか？それでは、私はこれで。ええ、おやすみなさい、ドーニャさん。じゃあ月曜日、学校で。遅刻は厳禁だぞ。はい、おやすみなさい、加藤先生。おやすみなさい。東子先輩はどうしてここで降りたんですか？ここからは見えないですけれど、石段がありまして、そこを登り切ったところにある神社が私の家なんです。神社が家ってことは？はい、一応は巫女をやらせていただいております。稲荷神を祀っておりますので、よろしければ一度参拝しに来てください。兄様も私もいつでも歓迎いたします。あ、はい、そのうちに鈴と二人で行かせてもらいます。生徒会に入ってほしいという私の身勝手なお願い、平にお詫びいたします。それと、聞き届けてくださってありがとうございました。あ、いえ、その、はい、いや、どういたしまして。そんな、頭をお上げくださいな。宗七君、頭をさっさと上げなさい。上げれ。なさいましたか？
大丈夫ですよ。他の3人も兄様も皆宗七さんと鈴さんのこと歓迎してくれますから。あ、そうだ、大事な話一つよろしいですか。その生徒会の残りの3人には宗七さんと鈴さんのことを知らせるわけにはいかないと思うのですけど。ですから、もし宗七さんが皆様を信用できるとそう思ってくださったら、できれば明かしていただけないでしょうか。わかりました。俺とそれから鈴が信用できると考えたら、その時に明かすことにします。ありがとうございます。明日と明後日はゆっくりお休みください。月曜日は放課後生徒会に来てくださいね。できれば鈴さんもご一緒に。血を出していいものではないと重々承知なのですけれど、私たちのこと信じてみてください。私はお二人のことを信じます。努力してみる。それではお二人とも、また月曜日に。おやすみなさいませ。おやすみなさい。